権力分立とは、権力が単一の機関に集中することによる権利の乱用を抑止し、権力の区別、分離と各権力総合間の抑制、均衡を図ることで、国民の権利、自由の確保を保障しようとするシステムである。なお、権力分立の典型例としては、立法、行政、司法の三権分立が挙げられるが、地方自治制など他の政治制度にも、 権力分立原理は見られる。権力分立は国家全体について見ると、まず中央と地方との権限分配がなされ、ついで中央、地方でそれぞれ水平的に分配されることになり、中央では立法、行政、司法の三権に水平的に分配されていることになる。権力分立性の典型例は国家権力を立法権、行政権、 司法権権に分分立立させるる三権分立であるただし、国家権力そのものは単一不可分であり、それを分割することは国家そのものの分割を意味することになるため、権力分立とは国家権力そのものの分割を意味するのではなく、国家権力を現実に行使する機関における権限の分立を意味する。権力分立性は近代国家に、 共通の普遍的な憲法上の基本原理であり、1789年のフランス人権宣言第16条は憲法には権利保障と権力分立が必要不可欠の要素であるとの考え方を明確にしている。今日では多くの国の制度で採用されており、ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国、日本などでも採用されている。日本においては国家の立法権は国会、 行政権は内閣、司法権は裁判所がそれぞれ行使している。なお、台湾では五因分立としている。報道を第四権力や法律を伝達する権力などとして、権力の一種として扱い、四権分立と呼ぶこともある。権力分立の思想は歴史的に形成されてきたもので、時代や国によってその内容は異なる。権力分立の源流をたどると、 古代ギリシャにおけるポルビオスの混合生態論にまで遡ることができる。近代的な権力分立の思想的演言は17世紀のイギリスのジェームズ・ハリントンやジョン・ロック、フランスのシャルル・ド・モンテスキューなどによるイギリスの生態論内し立憲君主正論を端緒とする。権力分立の基本的な要素は第一に権力の区別分離、第二に 権力相互の抑制均衡である。権力の分離には権限の分離と人の分離が含まれ、前者は各権力は原則として他権力に干渉したり自らの権力を放棄することは許されないことを、後者は同一人物が異なる権力の構成員であることを排除するものである。立法、行政、司法モンテスキューは法の精神において国家権力を 立法権、万民法に関する事項の執行権、市民法に関する事項の執行権の三つに区別した。この考え方は、現代に至るまで受け継がれており、三権分立では一般に、国家権力を立法権、行政権、司法権の三権に分類し、それぞれ立法権を立法府、行政権を行政府、司法権を司法府に担わせる。これらの三権は、 法との関係に着目して簡単に次のように説明される。立法権は一般的中小的な法規範を定立し、司法権と行政権は個別的具体的な事件に法を適用、執行する。ここで執行と適用はもともと一体のものである点に注意を要する。行政権が法を執行する際には当然法を適用しなければならず、司法権は法を 適用して裁定するほか、自ら執行もする。そのため行政と司法は、司法権が法を適用し、終局的に裁定することを、その顕著な違いと解すべきである。また行政は、立法、司法に比べて定義づけしにくい。そのため、行政の定義については、国家作用から立法と司法を控助したものとして、消極的に定義する見解が通説とされる。 これは当初すべての権力が君主に集中し、そこから立法権が議会に移常され、司法権が裁判所に移常された歴史の流れにも沿うものである。大統領制と議員内閣制権限が分離されていても、各権力を担う構成員が同じであれば、権力分立は意味をなさない。そのため、権力の分離の要素として、人の分離、つまり権職の禁止が挙げられる。 ただし立法と行政の関係について、アメリカ型の大統領制においては、相互の抑制均衡を重視し厳格な分立を取るのに対し、議院内閣制においては、相互の共同関係を重視するため緩やかな分立にとどまる。アメリカ型の大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権を担う大統領と立法権を担う、 議員をそれぞれ個別に選出する政治制度をとる。厳格な分立のもと、議員職と政府の役職とは、兼務できず、政府職員は原則として議会に出席して、発言する権利義務もないことなどを特徴としている。大統領が任期途中に議会による不信任により辞職することもなく、また、大統領によって議会が解散されることもない。 これに対して、員内閣制では、議会が選出した首相が組閣して、内閣が行政権を担い、内閣は議会に対して政治責任を負い、間接的に国民に対しても政治責任を負う。議員内閣制では、行政権を担う内閣と立法権を担う議会が、一応は分立しているものの、民主主義的要請から、権力分立は緩やかなものとなっている。つまり、 内閣の主犯は議会から選出され、内閣は議会の信任を基礎として存立することとして行政権の民主的コントロールを行う。内閣の構成員たる大臣はその多くが議員であり、内閣には法案提出権が認められ、大臣は議会に出席する権利義務を有することなどを特徴とする。アメリカにおいても20世紀の行政国家化に伴って、 大統領が立法を主導し、司法に対しても一定の影響を与えているとされ、厳格な三権分立は緩やかなものとなっている。しかし、大統領の所属政党と上院あるいは下院の支配政党が異なる分割政府の状態を生じた場合には、やはり厳格な権力分立が顕在化することになるが、アメリカ合衆国の政治制度は長い歴史的経過を経て、 この分割政府の状態化を前提としつつ、政治運営や立法活動が複雑な駆け引きの下に行われ、盛んな利益集団の活動を背景として、大統領や連邦議会議員が利害調整を行っていくという点に特質を持つに至ったものと考えられている。立法と行政の関係について、大統領制の下では、大統領と議会とは、 別々に選出されるため民意は二元的に代表されるのに対し、議員内閣制では議会のみが選挙により選出されて、内閣はそれを基盤として成立するため民意は一元的に代表される。この点から、議員内閣制の方が、権限の委任関係は明白となるため、立法と行政との関係を円滑に処理するという点においては、より簡単な政治モデルであるとされる。 なお、立法、行政、司法官の三権分立とは異なるが、両院制における、両院議員の権職禁止も、権力分立における人の分離として理解することができるとされる。立法権と行政権の関係行政権から、立法権への抑制手段の例としては、政府独自の立法権、法律発案権、法律再加権、拒否権などが挙げられる。 この他議員内閣制において重要なものに議会解散権がある。ただし、立法権から行政権への抑制手段として、いかなる抑制手段を認めるかは国により、時代により異なる。政府独自の立法権行政権に一定の独自の立法権が認められている場合には、行政権から立法権への抑制手段となる。第二本帝国憲法下においては、 議会の関与しない立法として、緊急直令と独立命令が認められていた。これに対して、日本国憲法では、国会が国の唯一の立法機関であると規定されている。内閣には、政令制定権が認められているが、法律を前提としない独立命令や法律に反する代行命令は禁止され、政府独自の立法は認めておらず、 法律を執行するための執行命令と法律により委任を受けた委任命令に限られている。また内閣が憲法改正を発議することはできない。法律発案権日本では内閣に法律発案権が認められている。これに対してアメリカにおいては大統領の法律発案権は認められていない。法律再可権大日本帝国憲法では天皇に 法律再加権を認めていた。これに対して日本国憲法は行政権による法律再加権を認めず国会を国の唯一の立法機関とし原則として国会の議決のみによって法律は成立するとしている。拒否権アメリカ合衆国憲法で採用されている。全ての法律案は法律となる前に合衆国大統領に送付されるが 大統領は承認しない場合には拒否理由を添えて議員に差し戻すことができる。この場合、各議員はそれぞれ3分の2以上の多数で可決、承認すれば法律となるとしている。議会解散権議員内閣制のもとでは一般に議会解散権が認められている。日本では内閣に衆議院解散の権限が認められている。これに対して、 大統領制のもとでは一般に大統領には議会解散権は与えられていない。立法権から行政権への抑制手段の例としては、行政の組織や権限に関する立法権、条約締結承認権、国政調査権、質問権、質疑権、報告受理権などがあり、このほか議院内閣制においては、内閣総理大臣の指名や内閣不信任決議がある。 このうちのいかなる抑制手段を認めるかは、行政権から立法権への抑制手段の場合と、同様に国により、時代により異なる。行政の組織や権限に関する立法権、立法権立法権が、行政の組織や権限に関する立法を行うことは、それ自体が行政権への抑制手段となる。条約締結承認権日本国憲法は、条約締結権を、 内閣の権限とする一方、事前または事後に国会の承認を必要としている。なお、国際法上、基本的な重要性を有する国内法の規則に違反して締結したことが明白な条約は無効にできる。国政調査権日本国憲法は、両議員に国政調査権を認めている。質問権日本では国会法で、 国会議員は内閣に質問することができるとする。質問は議題とは関わりなく内閣に対して説明を求めたり所見を正したりするものである。質疑権日本では衆議院規則及び参議院規則で国会議員は議題案件について議義を正すことができるとする。報告受理権日本では一般国務及び外交関係、国の収入支出の決算、 国の財政状況について憲法に規定がある。内閣総理大臣指名権議員内閣制の下での内閣総理大臣の選出方法について、イギリスでは二大政党制の下で会員の第一党の党首が首相に任命されるのが慣行となっているのに対し、日本やドイツでは議会で首相指名選挙が行われる。内閣不信任決議権議員内閣制の下では、 議会には内閣に対する不信任決議、一方の内閣には議会解散権が認められているため、両者に意思の対立があれば、解散を経て議会選挙を通じて国民がその問題に決着をつけることになる。日本では内閣は国会に対して連帯して責任を負うとされ、衆議院に内閣不信任決議を認めており、衆議院で 内閣不信任決議が可決されたときは、内閣は10日以内に総辞職か衆議院の解散、総選挙を選ばなければならない。司法権との関係元来、司法権はその性質上、法律の維持、擁護を内容とする法的作用であり、政治的作用ではなく、政治闘争の圏外にあって、特別の地位が認められてきた。裁判の構成は、 個人的尊厳と自由の確保にとって不可欠であり、他権力からの干渉や圧力を排除するための司法権の独立が特に重視され、司法権の独立は今日では諸国の憲法において一般的に採用されている原理である。その一方で今日では司法権による行政事件の裁判権や法律の一件審査権などが重要な役割を果たしており、 現代的変容を遂げている。立法権、行政権から司法権への抑制手段の例としては、裁判官指名、任命権や司法制度に関する立法権、弾劾裁判などがある。裁判官指名、任命権スイスのように議会による選任による、場合には立法権から司法権への抑制となり、アメリカのように大統領による任命と上院による、 同意が定められている場合には、司法権に対する行政権による抑制と立法権による抑制とが重複することとなる。司法制度に関する立法権議会による裁判所の組織、権限、訴訟手続きに関する立法は、立法権から司法権への抑制となる。しかし、英米法では裁判所自身に規則制定権を認める制度が発達してきた。 日本国憲法第77条1項も司法権の独立の観点から最高裁判所に訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を認めている。最高裁判所規則と法律の形式的効力について最高裁判所規則が優位すると見る説もあるが、多数説は法律が優位すると見ている。 弾劾裁判日本国憲法は国会に裁判官の弾劾の権限を認める一方、司法権の独立の観点から行政機関による裁判官の懲戒処分を禁じる。司法権から行政権への抑制手段の例としては、行政事件裁判権、司法権から立法権への抑制手段の例としては、違憲審査がある。行政事件裁判権司法権から行政権への 抑制手段としては行政事件がある。ただし、英米法系と大陸法系とでは行政権に対する司法権の関わり方に大きな違いがある。英米法系の諸国では行政裁判所制度を取らず行政事件も通常の裁判所が審理する。イギリスアメリカのほかアメリカ法の影響を強く受けた日本国憲法下の日本も行政裁判所の設置を認めない。 大陸法系の諸国では行政権の司法権からの独立が強調され行政裁判所制度を持つ。行政裁判所は行政事件を専門に審理する行政部内の特別裁判所で通常の裁判所の系統から独立した機関である。大陸法系の国であるフランスやドイツで採用されている。大日本帝国憲法の下では日本でも行政裁判所が置かれた。 意見審査制司法権から立法権への抑制手段としては意見審査制がある。権力分立の特性について自由主義的特性、消極的特性、会議的特性、政治的中立性などが挙げられている。今日、権力分立性は行政国家化、政党国家化、司法国家化という現代的変容を生じているとされる。古くから 中国と日本を含めたその周辺諸国では、すべての権力を君主あるいはその時同期の政権に集中させていた。このため、明治以前の日本では、立法権と行政権、司法権はほぼ同じ機関が担った。江戸幕府の役職である長奉行が、江戸市中に敷かれる法を定立し、行政活動を行い、民事、刑事の裁判も行っていたことは、その典型である。 こうした性格は、実際の裁判にも影響を与えた。すなわち、中国の伝統的な民事裁判においては、民が、官に対して、請願を行い、それに対して官が請願の是非を判断する裁挙という、形で一種の行政処分を行う、父母官型訴訟と呼ばれる権力者の特自思想に、基づいた世話焼き、恩恵行為に過ぎなかった。 さらにその制度を取り入れた古代日本の民事裁判では、中国のような特殊思想は規迫で、被告が直属する監視、組織との日常的支配関係に依拠して提起されることが多く、被告から見て、上位者に当たる採挙者も提訴を受けたことによって、受け身の形で採挙を行ったとされ、中世に入っても領主が、警察、刑事裁判に相当する、権断権の確保には、 積極的であってもそれ以外の裁判に対する関心は低く、もっぱら原告、被告双方が持つ縁を頼る形での提訴、訴訟が展開されていた。日本や中国においては採去者に求められたのは、強制力を持つ判決を出すことではなく、請願の是非を採去の形で下し当事者間交渉を促すことにあった。日本に近代的な権力分立の思想が入ってきたのは、 幕末である。1868年、五箇条の御誓文を実行するために出された、生体書には、天下の権力、すべてこれを、大乗官に返す、乗り精霊にと出るのかむらしむ。大乗官の権力を分かつて、行法、立法、司法の三権とす、乗り偏長のかむらしむるなりとして、三権分立主義を取ることが明記された。しかし当時は、裁判こそが、 行政の最大の役割であると考えられており、1872年に司法教、江藤新平が欧米に習って行政権と司法権を分離させる制度の構築を図ったところ、特に地方行政の担い手である地方官から猛反発が起きた。例えば、京都府からは行地方の官として人民の訴えを聞くことのうはず、人民のごを断ずるをのうはず、 何をもって人民を教育し、地方を施しかさるなりと抗議が行われ、諸府県からも同様の抗議が殺到したという。また、1875年に終身裁判所である大審院が設置された後も、大審院の判決に司法協が異議申し立てをする権利を保留するなど問題が多く、後の自由民権運動でも国会解説問題と並んで、 政府批判の材料とされた。1890年、大日本帝国憲法が施行され、帝国議会の成立と裁判所構成法の制定により、日本に権力分立の体制が整う。すべての権力は、天皇が騒乱し、立法権は、帝国議会の協賛をもって天皇が行使し、司法権は、天皇の名において裁判所が行使し、行政権は、 国務大臣の保筆により天皇が行使するという権力分立制だった。立法権は帝国議会の協賛を経ずとも緊急命令と独立命令によっても行使された。後年には軍部が統帥権と軍部大臣現役部官制をてこに他の三権から有利して増長し暴走する事態ともなった。第二本帝国憲法下の司法権の独立については 制度上も実際上も比較的実現されていた。なお、第二本帝国憲法においては行政庁の処分の違法性を争う裁判の管轄は司法裁判所にはなく行政庁の系列にある行政裁判所の管轄に属していた。この根拠については伊藤博文著の憲法議念によると行政権もまた司法権からの独立を要することに基づくとされている。 これに対して、江藤新平は明治初頭に、司法権もまた行政権からの独立を要するもので、行政裁判といえども行政が裁判に関わるのは、司法権の独立に対する侵害であるという論理を主張している。日本国憲法下の権力分立1947年に施行された日本国憲法は、アメリカに習った厳格な三権分立と、イギリスや、 対象で目らしい木の議員内閣制を設置した三、権分立制をとっている。また、天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴とされ、国政に関する権能を有しないものとされた。天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負うこととされた。一方で、 日本国憲法が三権分立を規定していないという解釈も成り立つというのが通説となっており、その場合は国権の最高機関である立法優位の一元的構造と理解されている。三権の貴族立法権国会は国権の最高機関であって唯一の立法機関とされている。また唯一の立法機関と定められたことから国会中心立法の原則と 国会単独立法の原則が導かれる。国会中心立法の原則とは、国会による立法以外の実質的意味の立法は、憲法に特別の定めがある場合を除き、許されないという原則である。その例外には、議員規則制定権や最高裁判所規則、制定権がある。内閣が定める政令は、個別具体的な委任による立法のみが許される。 国会単独立法の原則とは、国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要とせずに成立する原則を言う。その例外としては、日本国憲法第95条の地方自治特別法がある。内閣の法案提出権は、国会の審議採決を妨げず、また、72条に、議案提出権が定められているため、許されると返される。行政権。 行政権は内閣に属する。他の2件が唯一のあるいは全てのとされているのに対し単に属すると定められたことは3件分立が行政権にとっては抑制権理とされていることを意味すると解される。内閣は主張たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織される。内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で これを指名され、天皇に任命される。国務大臣は内閣総理大臣によって指名、任命され、天皇が認証する。国務大臣の過半数は国会議員の中から任命される。このように内閣総理大臣を国会議員の中から国会が指名し、内閣が行政権行使について国会に対し連帯して責任を負うことから、 議員内閣制が取られているものと解される。司法権すべての司法権は、最高裁判所と下級裁判所からなる裁判所に属することとされ、最高裁判所は、終身裁判所とされる。特別裁判所の設置は禁止され、行政機関が終身として、裁判を行うことはできない。司法権の行政権からの独立を確立するため、司法行政権は、 司法権の一部として裁判所に帰属することになった。また、行政裁判所は廃止され、通常の裁判所が行政事件を管轄する。さらに、最高裁判所は、一切の法律、命令、規則または、処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終身裁判所とされた。これは、最高裁判所及び下級裁判所が、 意見立法審査権を有することを意味すると、返されている。三権の関係内閣と国会の関係は、議員内閣制が取られる。内閣総理大臣は、国会議員の中から、国会の議決で指名する。また、内閣総理大臣は、国務大臣を任命するが、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。内閣総理大臣その他の国務大臣には、 議員出席の権利、義務が認められている。内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負い、衆議院で内閣不信任決議が可決されたときは、内閣は10内に総辞職か衆議院の解散、総選挙を選ばなければならない。一方、内閣は衆議院を解散する権限を有していると、解されている。内閣総理大臣がかけたとき、 または、衆議院議員総選挙の後に、初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない。このほか国会の両議員には、国政調査権が付与され、この権限を適切に行使することにより、国会には内閣の行動を監視、監督する機能も期待されている。一方、国会、 内閣と裁判所との関係においては日本でも司法権の独立の原理が採用される。すべて裁判官はその両親に従い独立してその職権を行い、憲法及び法律のみに拘束されると規定されている。国会から裁判所に対する抑制としては弾劾裁判があり、著しい職務上の義務違反や非行などのあった裁判官は国会議員で構成される。 裁判官弾劾裁判所が弾劾する。一方、裁判所は国会の制定した一切の法律の憲法適合性を審査する意見立法審査権を有するとされている。内閣から裁判所に対する抑制としては裁判官の任命権がある。最高裁判所長官は天皇が内閣の指名に基づいて任命し、最高裁判所の長官以外の裁判官は、 内閣でこれを任命する。最高裁判所裁判官の任命については、その発足当初、裁判官任命諮問委員会の答申に基づいて、任命が行われていたが、内閣の責任を不明確にするものとの批判があったとして廃止された経緯がある。この点については、常設的な委員会の設置は、憲法の趣旨に反すると見るが苦節もあるが、公平で、 人派的な選考委員会が実質的任命を行うような制度にすべきとの学説が対立し議論がある。なお、現在は最高裁判所事務総局、最高検察庁、日本弁護士連合会などが最高裁判所裁判官の候補者を推薦し、内閣がこれを追認する形で任命が行われている。また、最高裁判所長官については、 前任の最高裁判所長官の推薦に基づいて任命が行われている。下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣で任命する。憲法解釈上は明白な任命資格要件の欠如の場合を除いて内閣は任命拒否できないと解されている。実務上も裁判官の空席の数に 形式的に一人を加えた名簿が作成されて、任命が行われており、また実質的に指名された者が任命を拒否された、例はないとされている。乱用に変えて、乱用の字が用いられることがある。改底新潮国語辞典現代語、古語を P2083 に乱用、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 緑に用いること、と記載されている。なお、は、この国語辞典の、記号、 略語表によれば、東洋漢字表補正士案にある字で、東洋漢字表に加えられる字、または削られる字という意味である。非指名者がどんなに問題のある人物だったとしても、天皇は任命要求を拒否できない。ありがとうございます。